Bonjour! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校、エンサンブル・アン・フランセ講師のマティオです。どうぞよろしくお願いします。本日は、たくさんの方々が教えてくださいと声をかけてくださる監視のことをご紹介したいと思います。どうぞ楽しくご視聴ください。今回は第1弾、監視の役割でございます。さて、フランス語ではどうして監視というものが必要なのかを説明するために実際に体験したことをお話ししたいと思います。フランス語が上手に話せる生徒さんとレッスンしている間に、生徒さんがスイスだったと思いますけれども、スイスの思い出でチーズフォンデューの話したかったらしくて、いきなりフォンデューとかをおっしゃったんですね。ちょっといまいち言葉が覚えられなくて、フォンデューとかおっしゃったんですね。そしたら私はそれを聞いてすごく混乱しました。なぜでしょうか。さて、私の頭の中ではスイスの話だとまず分かっております。そしてフォンデューという言葉が出てきます。非常に混乱しましたよ。なぜかと言いますと、フォンデューには冠詞がついてないため、動詞なのか形容詞なのか助動詞なのか分からないわけです。スイスの話でフォンデューといえば何を想像するかと言いますと、例えば雪が溶けた、ラネージャーフォンデュー、なので雪の話なのか考えますね。じゃあフォンデュー、フォンデュー、例えばフォンデューという形容詞もありますが、これは稀にしか使わないので、もしかしたらそれではないんじゃないかと、いろいろと想像して必死に考えてしまいますね。そうです、フランス語では冠詞が来ないと次の言葉は名詞だとすぐにわからないですね。逆に言えば物の話、つまり名詞の時は必ず冠詞がついてます。ついてないと物の話じゃない印象になります。もう一つ例を取り上げたいと思います。パリにいたとしましょう。通りすがりの人に一言で道案内をお願いしたいとしましょう。例えばルーブル美術館に行きたい時ですね。片言でルーブルというふうに言いますと、相手はあれ動詞なのか、あれ何かしたいのかとか、いろいろ考えてしまいますね。逆にラ、ラ英語のザをつけただけで、Le Louvre、 Le Louvre というふうに言いますと、相手はパッとすぐわかります。ああ、ルーブル美術館のことですね。はい、まとめたいと思います。同音異義の言葉はたくさんありますね。冠詞をつけないと名詞、つまり物の話だと相手はすぐわからない恐れがあります。なので冠詞をつけますと相手にとってはすごくわかりやすくなります。どうぞ使ってみてください。皆さんいかがでしたか。お分かりになりましたか。どうぞどんどん冠詞を勉強してください。楽しくなりますよ。 Au revoir!